今日は国会で立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党が内閣不信任案を提出しました。それが朝の話で、その後立憲民主党の枝野代表の、長い演説が始まるんですよね。1時間以上やっていたんじゃないですか。飲食や観光などの事業に最大の効果が出るよう、日常を取り戻すことのできるタイミングを見据え、税率 5% への時限的な消費税減税を目指すという発言もありましたよ。あれ？この前紹介しましたけど、最新の著書である枝野ビジョンでは、この消費税減税に消極的でしたよね。あの本では、議論を否定するわけではないとしつつですね、減税したら買い控えが起きちゃうじゃないかと理由付けをしています。でもそんな理屈持ち出したら、もうこれ、税金消費税って上げ続けるしかなくなってしまいますよね。そんなおかしな話はありませんよ。この税というのは、状況に合わせて柔軟にしっかりと検討していくべきです。コロナで国民は我慢を強いられていますからね、その消費を喚起するという意味でも消費税減税しっかりと取り組んでいただきたい。そうは言ってもですね、この立憲なんかは舵切るの遅すぎますよね。何しろ維新とか国民民主とかって結構前から言ってたわけじゃないですか。それがなんで急にこのタイミングでと思ったら、最近の立憲民主党の不祥事が関連あるのかもしれません。本田平直議員のドン引き発言、さらに森裕子議員の、北朝鮮発言なんていうのもありました。いろいろあってどうやってもプラスのイメージってないんですよね。自民党の支持率が上がってるわけでもないんだけど、じゃあ立憲民主上がってるかっつったら全然上がってません。そういう状況ですから、人気取りのために今こうやってですね、否定していたはずの消費減税を言い出したんじゃないかなと。何やっても払拭できないんですけどね。しかもですよ、消費税だけじゃなくて所得税も減税するとか、持続化給付金も範囲緩くして再支給するとか言っています。逆にあれもやります、これもやりますってのは怪しいですよね。それって政権取れないから適当なこと言ってるんじゃないですか。未だに PCR なんてことも言っていますからね。次のように新しい政権ができたらという夢を語っていますよ。感染拡大防止策の最大の失敗は検査体制の遅れ、1年半にわたって怠った。新しい政権では官邸の強力な司令塔の下で民間も含めた幅広い能力を結集させ、誰でもすぐに受けられる PCR 検査、全ての感染者とその周辺に直ちに幅広く実施できるゲノム解析の体制を確立します。いや、僕もね、検査は大事だと思いますよ。だって今ってワクチンでしょ。検査にこれ以上人員割くぐらいなら、ワクチン接種のための体制をそこに人突っ込んだ方がいいんじゃないでしょうか。 PCR 検査なんてその場限りですからね。それよりも全ての希望する人がすぐに実施できるワクチン、これですよ。丸山穂高議員はなかったらしい枝野氏の演説についてですね、オナニーのような自己満足演説だと切り捨てています。地上波ではまず取り上げられないような表現ですけれども、しっくりきますよね。その後、当然っちゃ当然ですが、内閣不信任案は否決されています。結局は政治パフォーマンスですよ。しかも何も生み出しません。ただ菅政権もちょっとどうかなと思うのが、こういう時だからこそ国会延長っていうのはしっかり考えた方が良かったんじゃないでしょうか。議員もあれですかね、今年選挙がありますから、それに向けた活動でもしたいのか何なのか。日本の政治状況って本当に厳しいですよね。唯一の救いはワクチン接種が進んでいるっていうことですよね。この調子でバンバン打ってですね、この年齢層も拡大してですね、だから僕もね、早く打ちたい。ワクチンについては様々な意見があると思いますし、もうね、私は打ちませんっていう人はそれでいいと思うんですよ。ただその反ワクチン的なね、そういうものを吹聴するのもまたどうかなと思うんですね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。